いつもロペラアイオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2017年モデルマセラティレバンテディーゼルグランルッソを紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロントバンパーに飛び石リアバンパーに線傷がございます それ以外に大きな傷や凹みはございません走行距離約 14,000km と低走行かつ車両コンディションも良好な一台でございますこちらのお車は2016年にデビューしたばかりのレバンテそのディーゼルモデルでございますまたこちらのお車はグランルッソのお車ということで内外装において高級感が強調されたデザインとなっております ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけます続きましてエンジンスペック紹介させていただきますエンジンは3リッター V 型6気筒ディーゼルターボチャージャーが搭載されており最高出力は275馬力を誇ります足元に関しましては純正の21インチアンテオアルミホイールが装備されており キャリパーはロストキャリパーが選択されております。足元に関しましても、非常にイタリア車らしいおしゃれなデザインとなっております。続きましてリア、紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましては、LED が採用されており、デザイン性に優れたお車となっております。またマフラーに関しましては、4本出しのマフラーが装備されておりますので、 マセラティの持つ美しいサウンドを十分にお楽しみいただける一台です合わせてトランクスペースの紹介ですトランクに関しましては電動での開閉となります大型の SAV 車両ということもあって容量十分に確保されておりますまた後部座席を倒していただくことにより長い荷物にも対応が可能です続きましてインテリア 紹介させていただきますインテリアにはゼニアエディションレッドハーフレザーが装備されております運転席助手席ともに良好なコンディションでございますまたカーボンファイバーインテリアトリムが装備されておりますので室内におきましてはスポーティーさも取り入れたお車となっておりますではエンジンを始動します ステアリングに関しましては3本スポークのマルチファンクションステアリングが採用されております。またこちらのお車には大型のパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能となっております。またアダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正の SD ナビゲーションが採用されております。こちらは地デジの主張も可能です。 またバックギアに入れていただきますと、360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては、8速のオートマチックシフトが採用されております。滑らかな加速が魅力の一台です。また走行モードに関しましては、マニュアル、アイス、スポーツ、オフロードが用意されております。 フロント両席には、シートヒーター、ベンチレーターが装備されておりますので、一年中快適なドライブをお楽しみいただけるお車となっております。続きまして後部座席、紹介させていただきます。後部座席に関しましても、目立った傷等なく良好なコンディションを保っております。また室内空間に関しましても、非常に広々と加工されております。 また、パノラマサンルーフやシートヒーター、ハーマンカードン製のスピーカーなどにより、後席も快適にドライブをお楽しみいただける一台となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いとは致しません。今回は2017年モデル、マセラティレバンテディーゼル、グランルースを紹介させていただきました。 こちらのお車は走行距離約1万4千キロの低走行かつ車両コンディション良好な一台でございますマセラティ初の SUV 車両レバンテをベースにディーゼルエンジンが組み込まれたお車となっておりますこちらのお車は内外装の高級さを強調させたグランルーストのお車でございますがアダプティブクルーズコントロールやパノラマサンルーフなどの快適な装備も充実した一台となっております また新車保証もたっぷりと残っておりますので、購入後は安心してお乗りいただける1台です。お忙しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。